フルール・ドリスは、アヤメの花を様式化した衣装を指す。特に紋章の場合は、政治的、王権的、芸術的、表彰的、象徴的な意味をも持つが、現代においてもフランスに関わる、政治的、表彰的、象徴的意味合いが強い。フルール・デリスの直訳は、ユリの花であるが、ここに言う、ユリは、一般的なユリではなく、アヤメかアヤメ族の希少部や、 ニオイリスといった花を指すとされる。フルール・デ・リスは、フランス語では、FLD ・リスと発音するのが一般的だが、FLD ・リーと語尾を発音しないとする例も見られる。英語では、フロリガラウンド・リーと発音する。フルール・ド・リスは、ヨーロッパの紋章や旗に何世紀にもわたり数多く見られるが、歴史的には、特に、フランス王家と関係が深く、また、ブルボン家の一員である、 スペイン王家あるクセンブルク対抗家も現在でも紋章に使用し続けている。フルールドリスはフランスの切手などにも使用される継続的なフランスの象徴であるが共和国としてのフランスはフルールドリスを公式には特に採用しなかった。北アメリカではフルールドリスはルイジアナ、ケベック、他のカナダの州のフランス語圏などかつてヌーベルフランスであった地で使用されていることが多い。 また、イタリア・フィレンツェや、スイスチューリッヒ州シ,シュリーレンの紋章にも使用されている。フルールドリスはまた軍隊の気象や様々な組織のロゴに見られ、20世紀には、世界各国のボーイスカウトガールスカウトの組織に採用され、バッチになった。第二次世界大戦でのナチスドイツ武装親衛隊においては、フランス人義勇兵で編成された第 33SS 武装的弾兵次第が、 舞台衣装として用いた。建築家やデザイナーはフルールドリスを単独あるいは背景模様に繰り返して、特にフランスにちなんだものの場合、鉄製品から製本まで様々に使用することがある。宗教的には生産味一体の象徴であり、また特に受体告知の場面では大天使ガブリエルを象徴する図像となっている。このようにフルールドリスは聖母マリアとも関連がある。 フルール・デリストはフランス語で、あやめの花を意味し、アイリスの一種を様式化したものだと広く考えられている。フルール・ドリスを思わせる装飾品は、文明の極初期から工芸に現れている。装飾的あるいは象徴的に用いられる。様式化された花は通常フルール・ドリスと呼ばれ、すべての時代と文明に共通して見られる。基本的な図式的主題であり、メソポタミアの円筒印象。 エジプトの朝浮き彫り、未経年文明の陶器、サウサーアン朝の織物、ガリアの効果、マムルーク朝の効果、インドネシアの衣類、日本の紋章やドゴン族のトーテムにも見られる。これについて議論した多くの著者は、フルールドリースが図式的にユリではないことに同意したが、その由来がアイリスか、エニシダか、ハスか、ハリエニシダから来るのか、その形がサンサの矛か、ヤジリか、両刃斧か、 あるいは鳩を表すのかといった点では、合意に至らなかった。このことは大した問題ではない、というのが我々の意見である。重要なのはフルールドリスが、おそらく花を非常に様式化した図形であり、新旧の世界でほとんど全ての文明によって、装飾や紋章として使われてきた点である。フルールドリスは一貫して、王家の象徴として使われてきたが、異文化によって、その意味は様々に解釈されている。 近代のフルールドリスに近い印象が最初に見られたのはガリアのコインである。伝説によれば493年、メロビング長のクロビス一世がキリスト教への改修に際し、フランスの君主で最初にフルールドリスを王家の紋章に採用して宗教的純潔の象徴とした。伝説は様々な形をとっており、その多くはクロビス王の改修に関連したものであった。 これらの伝説は、フランス王の権威は、伝説のいくつかは、クロビス王を性別するために、天からもたらされた聖油の壺について記述しており、王族の神秘性を強めている。これはおそらく、ハトが聖レミキウスのところに運んだものである。別の伝説によれば、クロビスの洗礼式に聖母マリアが現れ、祝福の贈り物として、百合を与えたという。聖母マリアは、 しばしば花と関連付けられる。クロビスの妻、ブルグント族のクロティルダは、通常これらの伝説の中で重要な役割を果たしている。夫がキリスト教信者になるのを促しただけではなく、彼女の存在は君主を支持する、ブルグント王国の重要性を強調するのである。キリスト教とフランス王の王権真珠に重きを置かない、伝説によれば、クロビスは、 v への戦いで勝利を収める直前に花を兜とに置いたといい、そこからフルールドリースを王家の象徴に選んだという、1376年以前のフランスの紋章をこのクロビスとの関係から、フルールドリースはすべてのキリスト教徒のフランス王を象徴するようになったが、中でも有名なのがシャルル・マーニュである、14世紀のフランスの著実家の主張によれば、西フランク王国から発展した、 フランスの君主はその伝統を、クロビスが神から授けられた王家の紋章の贈り物にまで遡ることができるという。この言い,い伝えは現在まで流布しており、たとえ17世紀に会議論が起こり、現代の学識が、フルールドリースは紋章の図像となる以前は、宗教的な意象であったと確認したとしても、それは変わらない。実際の百合の花とともにフルールドリースは、 聖母マリアと関連づけられ、12世紀には、ルイ6世やルイ7世が尺などで紋章に使い始め、自らの主権と聖人の象徴とを結びつけようとした。ルイ7世は1179年、息子のフィリップ2世の即意式の際、フルールドリースの衣服の使用を命じているが、フルールドリースの使用が初めて目に見える形で、確認できるのは1211年のことになる。それは、 後のルイ7世と、その保護者を表す風浪で、花が散りばめられている。14世紀後半まで、フランス王家の紋章はフランス語で、ダジュール・サメイでフルール・デリス・ドールという、金色の小さなフルール・ドリスを巻いた青い盾であったが、シャルル五世は1376年頃、フルール・ドリスを全体に散らしたものから、フルール・ドリス3つのデザインに変更した。これらつの紋章はそれぞれ、 フランスエンシェント、フランスモダンという不調で呼ばれるブルボン家の紋章類9世の時代3つの花びらは信頼、知恵、騎士道精神を意味しフランスに授けられた神の印だと言われた次の14世紀には生産味一体を象徴することがフランスで伝統になり他へ広がっていった1328年イングランドのエドワード三世はフランス王位継承を主張し 1340年にフランスエンシェント王国称にクォータリングした。フランス王がフランスモダンを採用した後、1411年頃からイングランド王はそれを模倣した。100年戦争によってイングランド王家はフランスにおける領土を失ったが、イングランドの君主は1811年にジョージ3世がフランス王位に対する正式な要求を諦めるまでフランスの紋章を クォータリングし続けた。シャルル7世は1429年12月29日、ジャンヌ・ダルクの家族を貴族に助し、代々引き継ぐことのできる象徴的故障を与えた。1430年1月20日、フランスのモンショーインは家族の称号を貴族に登録している。歌詞により彼らの性はジュリスに変わった。フランスモダンはフランス王妃であり続け、フランス革命までは 白い背景の旗がフランスの国旗であった。革命時に今日のフランスの国旗に変更されたのである。フルールドリスは1814年に再びフランスの旗に戻されたが、1830年の7月革命後、三度変更された。フランス第二帝政終焉後の非常に奇妙な成り行きの中、旗は明らかに歴史の動きに影響した。シャンボールハクアンリは、 フランス王即位を求められたが、トリコロール気ではなく、フルールドリスの描かれた白い旗に戻すという条件に、こだわった。彼の出した条件は拒絶され、結果フランスは、第三共和制を取ったのである。フランスモダンはまた古いフランス行政区で、イルドフランスの紋章、例えば地元憲兵の制服のバッジなどにも見られた。フランス第五共和制の初代大統領だったシャルルド、 ゴールはフルールドリスを引き合いに、以下のような言葉を残している。フランスはサーベルで築かれた国である。国民の連帯の象徴たるフルールドリスは三つの葉を、持つ槍を表した図に他ならない。スコットランドの紋章フィレンツェのユリ・イングランドと、スコットランドのクラウン・ジュエルにおいて、フルールドリスはかなり大きな位置を占める。前述のように、イングランド王家は、フランスのバロア朝と、フランス王位を争い。 イングランドと敵対していたスコットランドは敵の敵であるフランス王家の同盟国であった。イギリスの紋章ではフルールドリースは様々に使用されており、紋章のシステムでは6番目の息子の紋章を意味する。花の縁飾りはジェームズ一世以来、スコットランド王家の紋章の重要な装飾部である、高貴なるフルールドリス・ジェームズ王以来かの盾を取り巻く。 サー・ウォルター・スコット、最後の銀融詩人の歌、ボスニア・ヘルツェゴビナ・セルビア・フィレンツェのフルールドリスでは、花びらの間に常に、おしべが配置される。この紋章の図形は、フィレンツェのユリとしてよく知られており、従来のデザインとは区別される。フィレンツェのフルールドリスは、都市の紋章として、今でも、司教生ゼノビウスの像に見られる。フィレンツェの通貨フローリン金貨にはこのフルールドリスが、 刻まれており、ハンガリーのホリントや他のフローリン効果のデザインや通貨名に影響を与えることになった。イタリアの他の地域では、フルールドリースは、教皇の王冠と、紋章、パルマ公国のファルネーゼ家、ベネツィアの総督などによって使用された。フルールドリスは、ボスニアのコトロマニッチ家の象徴でもあった。コトロマニッチ家は中世ボスニアの支配者で、アンジュ家の講演を得ていた。 ここでは花はボスニア・ヘルツェゴビナ原産のボスニア有利だと考えられている。フルールドリスは1992年から1998年までボスニア・ヘルツェゴビナの国旗に使われた。現在ではボシュニャク人の民族的な象徴として使われている。フルールドリスは紋章としてさらに広まった。フルールドリスを象徴として使用している都市のうちリリーにちなんだ。 都市名を使用しているところもある。例として、フランスのリール、フィンランドのリリエンダールガール。ユリにちなんだ地名の都市の紋章にユリの図柄を使うことを紋章学の用語ではカンティングと呼んでいる。またその他、フルールドリスは王朝の象徴として広く使われただけではなく、貴族に限らず例えば中世の銀行家、フッカー家によっても使われた。 ケベック・アケーディアナ・フルール・ド・リスは新世界に向かう、ヨーロッパ人、特にフランス人移民と共に大西洋を横断した。現在は、ケベック州、ノバスコシア州、デトロイト他の地で使われている。アケーディアナ地域と南ルイジアナの多くの都市、例えばニューオーリンズやバトンルージュでも、フルール・ド・リスを使用している。同様に、フランス王、ルイの名を由来とする地がいくつかある。 例えば、ケンタッキー州のルイビル、ミズーリ州のセントルイスなどでは、三弁の花びらが三つの川の収束をも意味している。14世紀に、シリアで作られたアルバレロのフルールドリス中世、ユリの図像とフルールドリスは、宗教芸術の分野では重なる部分が多い。歴史家のミシェル・パストローによれば、1300年頃まで、ユリは、イエス・キリストを象徴していたが、次第に、聖母、 マリアのシンボルへと変化して、マリアに言及した、ソロモンの宮美化、リリウム・インター・スプイナズと関連付けられるようになった。他の聖句や宗教文学の中で、ユリが純潔と定説を象徴するとされたことも、この花が図像学上、聖母、マリアのアトリビュートとして確立されるのを助けた。中世イングランドでは12世紀中頃から、貴婦人の印象にフルールドリースと女性の像がしばしば、 見られるようになった。これは、聖母マリアを暗示し、女性の純潔と崇高を表す。花を携えた聖母、マリアの像が最初に現れたのは11世紀。彼女に捧げられた大聖堂が発行したコインの模様である。ついで1146年、ノートルダム大聖堂を皮切りに、大聖堂の司教座聖堂参事会の印象に現れている。通常の描写では、 聖母マリアは右手に花を持っている。ノートルダム大聖堂の聖母像は百合を手にしており、大聖堂中央入り口の上、バラ窓のステンドグラス中央にフルールドリスの尺を持つ聖母が見られる。花はシンプルな花型、あるいは園芸用の百合、あるいはフルールドリスの紋章の場合もある。それらの花は聖母、マリアの象徴として、しばしば受胎告知の絵に現れる。 ボッティチェッリやフィリッポ・リッピなどの絵が有名である。リッピはまた両方の花を違った関係でも描いている。紋章の三枚の花びらの衣装は、三位一体との広範囲にわたる関わりを反映している。この考え方は14世紀、フランスまで遡り、信頼、知恵、騎士道精神を表すという初期の考え方に付加された。光の花の象徴は時折、 フルールでルーチェの古語から来たと理解される。ラテン語のルクス、リュックマイナスは光を意味するためである。しかし、オックスフォード英語辞典はこれが語源からではなく綴りから生じたことを示唆している。2005年ハリケーンカトリーナ語のニューオーリンズにて近代のフルールドリスの使用には日常生活における文章の継続を反映したものがある。意図的に使用するものもあるが、 何、世紀も前の古い気象や象徴を今も使い続けることに無自覚な場合もある。フルールドリスは、イスラエル国防軍情報部や第一次、世界大戦時のカナダ海外派遣軍のような、軍気象で重要な役割を果たす。スポーツチームや学校、会社の紋章やロゴにも採択されることもある。フィレンツェのサッカーチームであるアッコフ・フィオレンティーナや、 アメリカンフットボールチームのニューオーリンズ・セインツやルイジアナ・ラファイエット大学のように地域の旗を繁栄させた場合には特に多い。フルールドリスはあまり伝統的ではない方法で使われることもある。ハリケーン・カトリーナの後様々な年齢や背景を持つニューオーリンズの人々が嵐の記念としてその文化的紋章の一つを入れ墨した。ホーイズ・ボーイスカウト活動組織のほとんどで フルールドリースはスカウト活動の主なテーマ、すなわち子外と自然を表すロゴの重要な要素となっている。3枚の花びらはスカウトの3つの誓いを表す。同様にトレフォイルの3枚の葉はガイドの3つの誓いを意味する。ホーイズではフラビオジョイア以来の伝統により北方向を表示する印としてもフルールドリースがしばしば使用される。スカウティングの提唱者。 ロバート・ベーデン・パン、ウェル・イクスプランドは、フルール・ドリースは、左右に触れることなく、常に正しい方向を指し示し、これに従えば必ず戻ってくることができるとして、シンボルに採用したという。フルール・ドリースは、現代のフィクションに、歴史的、神秘的なテーマ性を付与している。例えば、ベストセラー小説、ダビンチ・コードや、シオン・修道会について述べた、他の作品などに顕著である。 しかし、フランス文学では、つとに繰り返し現れているもので、著名なものに、ビクトル・ユーゴーの、ノートルダム・ド・パリ、デューマの、三重詩などがあり、犯罪者にフルール・ド・リスの落印を押すという古い習慣が出てくる。エリザベス朝のイングランド文学では、アイリスの名として何世紀も使われ続けてきたが、時折ユリア他の花にも言及する。ザ・リリー、レイディー・オブ・ザ・フラ・リング・フィールド、ザ・フラ。 ディルス、ハールリー・パラモーレ、ユリ、花咲くのやの貴婦人フルールドリス、その美しき秘密の恋人、エドマンド・スペンサー、妖精の女王1590年、ありがとうございます。